はい、音読です。日本語、英語、どちらも音読してきます。私と一緒に読みます。じゃあそのコンサートですからいきます。 1, 2, 3 そのコンサートです。 The concert 2時だよ。 It's 2 o'clock 月曜日だよ。 It's Monday 彼のスマホケースです。 His phone case彼らは買い物に行きませんでした。They didn't go shopping. これ今、日本語書いてない。Are you going to visit your mother's friend? これどういう意味かわかる？あなたは、お母さんの友達に会いに行くつもりですか。これですね。はい。じゃあ読んでいきましょう。1、2、3。あなたはお母さんの友達に会いに行くつもりですか？ Are you going to visit your mother's friend? スマートフォンだよ。スマートフォン、これでいいのかな？このフォンの方がいいかな？どうだろう。スマートフォンにしましょうか。スマートフォンだ。こっちはスマートフォンだよ。あ、スマートフォン。古いコインの収集は長いんですか？ Have you collected old coins for a long time? I don't have any letters to mail. 私は、これ僕はにしましょうか。僕はでもいいよね。僕は、次なんだ。郵送する手紙が全くありません。全然ありません。どちらもいいですね。1、2、3。僕は郵送する手紙が全くありません。I don't have any letters to mail. あなたはサーフィンに行きましたか？ Did you go surfing?私たちは新しい仕事を始めるかもしれない。We may start a new job. パパ、今日は何日？ Dad, what is the day today? 5時のフライトに乗ります。Take the 5 o'clock flight. 彼女の本です。Her book. 私たちのフライトを変更します。Change our flight. ハリーの妹です。Harry's sister.グレードを上げると料金も上がりますか？ Do we have to pay extra for an upgrade? 一切れのケーキです。A piece of cake. テニスの試合です。A tennis match. 彼らの大好きな国々です。Their favorite countries. 僕は柔道部を見学しました。I visited a judo club.彼らは間もなくフランスへ行くでしょう。They'll go to France soon. 窓側の席は諦めなければなりません。You have to give up your window seat. 12月11日だよ。It's December 11th.